よ、前です。今日はですね、GU とユニクロに買い物行ってきたので、そちらの購入品を紹介していきたいと思います。ちょっとその前に聞いてほしいねんけど、4ヶ月ぐらい前、夏前ぐらいにクーラーが壊れてるんですよ。つい先日クーラーを修理してもらったんですね。やったんやけど、また壊れた。めちゃくちゃ暑くて、もうまた撮影中汗だくになる日々が多分続くと思うんですけど、私が汗かいててもね、ちょっとなんか言わないでください。で、何の話だったっけ。あまりにもね、GU とユニクロが今可愛すぎるっていう噂を聞きつけて行ってきたら、もうやばくて、リアルに2時間ぐらいずっとユニクロと GU 行き来して、予算と相談してめっちゃ迷いながら買ってきました。 GU とユニクロってさ、安いイメージがあって、どうしてバーって買っちゃうねんけど、特にユニクロとかさ、気づいたらめっちゃ高なってない？気づいたら金額えぐいことになってるから、今回はちょっと気をつけながら買ってきた。紹介する前に、まず私の基本情報はこちら。まあ絶賛リバウンド中ではあるんですけど、健康体重ということで元気にやらせてもらってます。まず1点目、1点目はね、もう着ちゃってるんですけど、ホルターネックブラタンクトップブラックの M サイズ2290円を購入しました。私、骨格ナチュラルの上にこの肩幅がね、カクカクみたいな、めっちゃ怒り型やし、肩幅が結構でかいので、こういう形の服は特に避けてたんですけど、まだそんなさ、がっちりに見えへんくない？見えるか、ちょっと見えちゃう？でこれブラトップやから、これ1枚で着れるっていうのもめっちゃいいねんけど、ブラトップって結構カパカパしたりとかするやんか。やけどこの首元がしっかりつながってるからなんかな、ちゃんとホールド感もあってめっちゃ着やすいです。これさ、 SNS でバズっててずっと気になったんやけど、今回自由行った時に残りわずかみたいな書かれてあったから、ちょっともう急いで買ってきました。サングラスとかかけてね。うわ、すっごい反射、めちゃくちゃ気強そうじゃない？なんかこんな感じで1枚でさらっと着るのもいいし、なるべく腕出したくないよみたいな人は、こういうシアーシャツとか着てあげると腕もしっかりと隠せるし、安心してこのタンクトップが着れる。ホワイト、ブラック、ピンク、ダークグリーンの4色展開なんですけど、ダークグリーンめっちゃ可愛いと思って今狙っております。インナーとして着て、セットアップして秋口に着るのもよし、こういうダボダボのボトムスと合わせてカジュアルに着てもいいんじゃないでしょうか。なんか若すぎひんヘルシーな肌見せって感じでございます。可愛いこれ。はい、ということで次行きたいと思います。ラフルスリーブティーのピンク S サイズを購入しました。これ元値段が1500円やったっぽいんですけど、今セールで500円になってました。生地感近くで見せるとこんな感じでございますね。早速着てきます。はい、こんな感じでございます。これさ、位置が絶妙なんよ、ひらひらの。この肩はここなんやけど、ここからついてるから、肩幅を大きく見せず、かつ二の腕は隠してくれるみたいな。すごない？まあ500円とはいえどさ、無駄金にはしたくないやんか。だからちゃんと試着してから買ったんですけど、もう色も可愛かったし形も可愛かったんで連れて帰ってきました。しかも500円、安すぎませんか？しかも今私めちゃくちゃ汗かいてるんですけど、汗じみが目立たんくてめっちゃ着やすい。はい、こんな感じでした。次、もうバズりにバズってるこちら、ケーブルクルーネックセーターピンクの M サイズ2990円で購入しました。これユニクロで働いてる友達がめっちゃおすすめみたいな感じで言ってきて、ずっと気になってたんですけども、実際に SNS とかでもバズってたので、ちょっとお試しで買ってみました。今回生地感近くで見せるとこんな感じ、結構伸縮性すごくて、洗濯物の時とかはね、ちょっと気をつけなあかんかなみたいな感じの生地。ちょっと早速着ていきたいと思います。聞いてほしい話思い出したんやけどさ、この前私電車で乗ってたわけで、座ってたわけで、めちゃくちゃ人乗ってきて、人がな、自分の前に立ったんよ。しかも女の人で、女の人ジーンズ履いてたんやけど、その女の人めちゃくちゃチャック履いてて、中のパンツすら見えてたんよ、ちょっと薄ピンクの。うわー、この女の人大丈夫かなみたいな。男の人もやっぱおるしさ、ちょうどそのタイトル、動画のタイトルを考えてたんやけど、もう全然頭に入らんの。この女の人もしこのまま気づかずに行って、いろんな男の人になんかニヤニヤされたりとかするんかなと思ったら、めちゃめちゃかわいそうやんか。そんな、まあ、私より多分ちょい上ぐらいの女の人、綺麗な女の人やねんけど、まあそういうこともあるよなと思いつつ、その女の人次の駅で降りてったんやんか。でその間も隣の座ってた男の人とかがめっちゃジロジロ見てみたいな感じで、めちゃくちゃ強かったから、ちょっと言ってあげようと思って私追いかけて、しかもその駅全然降りる駅じゃないねんで、しかもこっちもさ仕事溜まってるし、もうめちゃくちゃ急いでたんやけど、けどこの人多分恥ずかしい思いするやろなと思って、私バーって追いかけて、余計なお世話やったらほんまに申し訳ないんですけど、ちょっとチャック開いてるからバレないうちに閉めた方がいいかもですみたいな、すんませんみたいな、これもうくしゃくしゃの笑顔で、お姉さんお前余計なお世話だったらほんまごめんなさいなんですけどみたいな感じで、もうくしゃくしゃにして言ったわけ。ほんならさってあげて
さ、待って、私わざわざ降りる駅じゃないところに降りて、ちっちゃい声でこのクシュクシュ笑顔気遣いながら、え、空いてますよみたいな感じで気遣って言ってんのに、ありがとうございますぐらい、いや、それがな、年下とかやったらまあええねん、もうまあまだ若いしなみたいな感じ思えねんけど、お前年上やろ絶対、逆に私はどうすればよかったんやみたいな、言ったあかんかったんかな、気遣いへんかった方が幸せやった時とかあるやんか、だから私がやったことはほんまに自己満じゃないんかとか、え、じゃあどうすればよかったんやとか、なんかいろいろ考えて逆に手回らんっていう逆に仕事に手が回らんっていう事態が起きました。思い出した。完全に記憶から消してたんですけど、今思い出しました。このチャック事件で。あ、すみません。はい、着替えてきました。こんな感じのセーターでございます。今この時期にはちょっとほんまに暑いかも。生地は伸縮性すごいし、めちゃくちゃ柔らかいです。もうなんかジェットしてても汗かくぐらいにはこのセーター暑いんですけど、逆にこれから先秋口ぐらいまでは全然着れると思うので、息が長く使えるアイテムかなと思います。私ががっちり体型やからかわかんないんですけど、なんか地味にさ、体でかく見えへん。ちょっと微妙かも、私的に。このデザインがめちゃめちゃ可愛い。スムースコットンリラックスティーホワイトの M サイズ、1990円で購入しました。これはね、ホワイト、ブラック、ナチュラルの3色展開だったんですけど、私はホワイトを選びました。もう夏も終わりね。夏も終わりですわ。まだ8月やけどさ、その秋の匂いというか、ちょっと香ってない。サンプル品ぐらいには香ってない。なので、まぁちょっと秋を意識したね、服装とかをちょっと選んでいこうって思ってた矢先、ユニクロでこれが売ってたんで、買いました。必須なんですよ、私の秋に。このシンプルな白 T はこれ前後で長さが違うくなってるので、まあ、1枚でさらって着るのもいいし、ハミワンピとかに合わせたりインナーとして着るのもめちゃめちゃいいかなと思います。早速着てきます。はい、着てきました。156cm なんですけど、丈感はこんな感じです。でこれユニクロ U のやつ去年も買ったんですけど、なかなかよれへんのよ。なんか安かったらよれたりとかするやんか、早くに。やねんけど、これなかなかよれへんくて、大人になったらね、そういうよれとかも見ちゃうわけ。うわ、あの人首元よれてるわーとか見ちゃうから、私もなんかそろそろちゃんとせなあかんなみたいな感じで思って、こうユニクロ U とかで T シャツを買うようになりました。早速今年の分も買いました。でこれに合わせようと思って買ったんが、これ GU の新作なんですけど、こちら、これみんなめちゃくちゃ可愛いね。フロントジップバブルヘムワンピース、ブラックの S サイズ、2990円で購入しました。こういうワンピースなんですけど、前がジップになってて、ちょっと開けてレイヤードして着るのもよし、閉じてね、ワンピースとして着るのもよしみたいな感じで、むちゃくちゃ着回せるなと思って買いました。しかも一番嬉しかったところが、ポケットついてます。ポケットついてるかついてないかで私のテンション変わってくるんで、早速ね、着ていきたいと思います。はい、着替えてきました。見てください、このフォルムめちゃくちゃ可愛くない？しっかりカジュアルやし、体型を拾いすぎてないから、めちゃくちゃ着やすい。めちゃくちゃ緩く着れて可愛い。でこうやって着てもいいし、中にズボン履いてこうやって下ちょっとだけ開ける方でもよし、はい、こうやってキャミソールと合わせてもよし、こんな感じで中にシアーもの入れて遊んでみるのはどう？プーとかやったらニットと合わせることもできるやろうから、いろんな着方ができるなと思って、今からちょっと死ぬほど着たいと思います。今日一番のお気に入りかも。はい、さっき買ったタンクトップとも合わせてみました。もう可愛すぎ。マジで何にでも合う。次ラストなんですけど、こちら、これも GU で買いました。このカバンめちゃくちゃ可愛くない？フリルショルダーバッグ、ナチュラルのワンサイズ、2290円で購入しました。これカラーがグレー、ブラック、ナチュラルがあるんですけども、全部可愛くて、ちょっと近くで見てもらったら分かんねんけど、ちょっと光沢があるんですよ。伝わるかな。めちゃくちゃ高見え。中もな、結構入れれるんですよ。こんな感じ、ポッケもしっかりついてるし、中もね結構がっつり入るんですよ。うわ、伝わらん。ちょっとさっき飲んでたあのコーヒー人はもう当たり前にもうスカスカで入るし、財布とエアポッツ、香水、化粧水じゃないわ、携帯とか入れてもまだもう全然余裕がある感じ。なんかシンプルな服装やったとしても、この持ち手の部分がクシュクシュとなってるから、なんか結構華やかに見えて、ワンポイントになって可愛いかなと思って買いました。今までカバンめちゃくちゃ買いすぎて、むっちゃあんねやんかカバン。でも絶対しばらく買わへんって心に決めてたんやけど、ちょっと一目惚れして買っちゃったん。これもう一個仕掛けがありまして、ここのリボンの部分をこう取って伸ばすと、じゃーん、肩掛けにできます。これしかも自分で長さな調整できるから、こうやってカバン持ちたい日とかを短くして使えます。むちゃくちゃ良くない？短くしたらこのフリルになるし、長くしたら普通のバッグの持ち手になるし、もうこれ考えてくれた人マジで舐め回したいくらい最高すぎる。1年中使えるバッグかなと思うので、これから愛用していきたいと思います。はい、ということで以上 GU とユニクロの購入品紹介でした。いかがでしたでしょうか。
もうちょっとで AW の時期とかが来て、服も多分むちゃくちゃ可愛くなると思うから、この夏はもちろんこれからもお洋服を楽しんでいきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。工事中やばい、もう8月後半ってちょっと信じられへんねんけど、9月に向けて1日1日大切に過ごしていこうと思います。みんな明日も頑張ろうね。また次の動画でね。バイバーイ。